山の中なんで温泉だぐらいはい、まあ寒いですよ、本当に寒かったですね。でもあの岩肌のね、あの外景とかすごい綺麗だなと思って、いやあの辺とかね見てると、これどこだったんだろうなと思って。あの岩とかはね、東条って言ってね、はい、中国縦貫道なんで、要するにあの中国地方、はい、真ん中を走ってますよね、中国縦貫道って、はい、もう山の中なんですよ。山の中なんですね。だから福山から2時間ぐらい車で行くんですけど。あ、そんな遠いところなんですね。遠いですよ、もう岡山県の県境ぐらいで、もうね、どうしようかってぐらい寒いですよでも あんまり見ないね、あの絵面だったんで、まあ、ああいう石はなかなか東京だとね、ああいうのがあのカメラライダー撮ってるところにね、はい、あるんで、ありますね、みんなあそこでやってるんですけど、はい。でも今回そのピンチヒッターということで監督することになったんですけど、その前の監督というのはどういう理由で降板することになったんですか？シナリオをね、2ヶ月ぐらいやってたんですよ、はい、あの監督バージョンっていう監督バージョンで、はい、で和田さんずっとそれを待ってたんだけど、で途中で話が合わなくなって、でまあそういうことになったらしいんですね。ああなるほどね。でまあ僕がじゃあそれでマタさんの本を直すかっていうと、まあ、直して送るけど全部読みもしないからさだから、あ、もうだからそれはそれで、なんだろうな、俺は山本さんとはロスで、20年前ぐらい出会って、はい、最初その頃フォックスでプロデューサーをマタさんやってて、はい、僕はミュージックビデオでその頃行ってて、ロスにね、はい、で日本人のプロデューサーがいるっていうんで、はい、ミュージカル映画作りたかったんですよ。で合わせてくれって言って合わせてもらって、松さんに飯をごちそうになって、長君映画の作り方知ってるか、三途の川があるんだよ、はい、ここに船があるんだろ、穴が開いてんだよ、どうやって渡るみたいなところから始まって、はい、まあ、あ、そういうふうに物語のことだけを日々ずっと考えてなきゃダメなんだなっていうのは教わったわけですよ。へえ。でそこからまあ10年ぐらいしてサムライフィクションを作って、はい、で、また一回あったかな。で最近、小栗君の仕事で仲良く会ってて、で、また一緒にやりたいですねって話をしてたんで、まあ、本当にハリウッドタイプの珍しいね、あの日本にいるけどハリウッド型を守り抜いてるん で、ハリウッドのやり方っていうのはまあ産業だから、まあ、通常、普通、日本の人は監督が映画を作ってるんだというふうに完全に思ってると思うんだけど、まあ、そういうのもまあ、ね、4割ぐらいあるかと思うんだけど、6割以上プロデューサーが映画を作ってるじゃないですか。だからハリウッドの場合 100% プロデューサーが作っていて、監督はまあその中で味を出すと、あの頼まれたからにはこのやり方でやるぜっていうところで、まあ、それはいろいろきしみもあるだろうけど、まあ、それはそれで楽しいじゃないですか。それがないとつまらないで、まあそれでどのぐらい俺もそのギュッといくかっていうところで、まあ、ストーリーに関してはさ、もうああだこうだ言っても聞かないからさそうなんですか、うん、聞かない場合に、じゃあ現場でその時間がこんななくてこういうのを撮ってみようよっていうところまで深い考察を俺もその理論構築できる時間がない、うん、でその話とかでなんかシーンの話をすると旬の方がよっぽど掴んでる、そのシーンのなんかやるべきことで瞬にいろいろ説明してもらうとさ、うん、すげえなこいつと思うわけですよ、はい、だからまあそういうのもあって、まあとりあえず撮ると、ひたすら撮って、で余裕を30分作ったら別テイクを撮ると、まあ役者の要望が大体ありますから、はい、こういうのもやってみたいとか、監督で自分で本を書いてるとはっきりこういうのとこういうのでバックアップ1個取っといた方がいいとかってことも全部わかってるんですけど、うん、だから本当に昭和な感じでやってたんじゃないですかね俺は。昭和の監督なんですね。ああ昭和の、そうですね、うん、山本さん昭和の匂いしますもんね、うん、だから昭和の映画全盛期時代スタイルでも今回ね、市川さんの他にね、山本さんがペンネームでね、脚本書いてるじゃないですか。そういったところもやっぱ思い入れが強いからだったんですかね。やっぱり自分で羅生門っていうのをやりたいなと、カリギュラみたいなね、うん、なんか
芯を見せたいなと、うん、で石川さんの本も読ませていただいたんです、後ほどね、はい、でそれはそれで太刀丸がストーカーな行為をしてるぐらいな、愛の深い描写だったんです、うん、だからああこれはカンヌ向きだなと思いました。うん、すごくだからカンヌで丁寧に4時間ぐらいの映画にした方が、うん、評価があってきっと賞をいただけるような、もうどこにも類がないような、うん、例がないような、ね、感じだったんです。だけどまあそれはプロデューサー的にも配給的にも NG が出て、配給からも NG だ、配給ですね、だからワーナー側の方ですか。まあどこの配給だとしても、はい、まあ、これはダメでやろうと、長すぎると、でかつ真田さんとこの女子社員にこんな趣味見たくないですよ社長って言われたのが大きくて、それで真田さんは辞めたっていうのが大きいと思うけど、で真田さんがしょうがねえなって自分で書き始めて、うん、まあ市川さんの本で素晴らしいところは残ってます、設定だから太刀丸が、旧太刀丸を殺して太刀丸になるっていう、それと市川さんですから、あ、そこ市川さん、だからそれは、はい、それがやっぱりでもこの映画のなんか一番こう素敵なところじゃないですか。そうですね、見物の的な部分ですよね、で、羅生門的に行こうとすると、まあ、結局いろんなポイントビビュー、つまりいろんな視点があって、はい、視点がありましたね、視点を語るっていう原作通りですから、はい、だからあれはもうああいう形で素晴らしいのがあって、うん、じゃあそういう目線じゃなくて何をやるんだっていうことで、まあそれでたまにしか松さんと連絡取れないんですよ、松さんずっと本やってたから、だからちょうど江差しっていうところでクランクインしたんですけど、3日前ぐらいに1回会えたんですよね、はい、あの時質問するんじゃないですか、これどういうことなんだっていろいろ、例えば沼のシーンっていうのをカットしたとかいろいろあるんですけど、そこのところでアコが抱いてって言うんですね、はい、こんな私でも抱けるって言うんですよ、うん、ボロボロのアコが、うん、ね、で松さん俺これわかんないわって、うん、でそのこれはどういうつもりでその後剣抜けばいいのっていう話をするじゃない、まあそれは芝居の勢いで、勢いですか、いや勢いじゃ俺聞かれた時に俺これ演出できないですよって、でそのこれなんでこのアコが私を抱いてって言うんですかって言ったら、監督ね、それはね、それどう思ったって、いや驚きますけど、驚くでしょ、映画驚かなきゃって言うわけで、なるほどと、うん、まあそれは確かにそうかもしれない、だから予想することばかり起こってもつまらないから、まあ、そういうことがあってもいいとしようって、じゃあ次の行とか言って行煮詰めていくわけですよ。で、そのやってるうちに、松さんちょっと違う仕事がなんか、ね、呼び出されてどっかいなくなっちゃって、はい、でその脚本補助やってる乙女ちゃんって女の子がいたんで、それでこれはって想像して芝居を、まあ、もう目をつむると絵が出てくるんですよ、はい、芝居が見えてきて、で、あこういうふうに刀抜くのかなって言って、やっぱこれはでもやっぱりなんだかんだ言ってもこんなボロボロになった元をね愛してた女がね、ひどい目に遭ってるから、うん、こいつを殺して俺も死のうっていう気じゃない限り逃げないと、うん、まあそうだよねって言って、でその女がどう何回じゃあやめてって殺してって言うかっていうのを、うん、まあ、シミュレーションしてたわけですよ、うん、で言ってみてって言って急振りながら殺してって言いながら、うん、ケツ抜いたら殺してって言いながら、うん、でだんだんそうしてるうちにジーンとしてきて、あいいシーンになるかもしれないじゃんこれっていうふうに理解していったんですよ、でそこで理解できたんで、そこからとか全然話できてないですよね、和田さんとそのままもう、マトさんは1週間ぐらい資金繰りに行っちゃって、俺らはそれで江差しに撮影し、はい、で、雪に降られて、はい、雪行きで、雪の予定なかったんだけど雪降っちゃったよ、みたいなね、馬取った後に、はい、